日本大学日本大学生産工学部大学院生産工学研究科日本大学生産工学部は生産工学を教育研究する大学の学部である生産工学研究科は生産工学の理論及び応用を教育研究する大学院の研究科であるいずれも工学系である津田沼キャンパスみもみキャンパス日本大学生産工学部は 千葉県奈良市の市新坂へ奈良市,の市泉町の二つにキャンパスが分かれているのが特徴的である。土木工学科、応用分子科学科、数理情報工学科、電気電子工学科には日本技術者教育認定機構対応のコースが設置されている。津田沼校舎の近隣地には東方大学理学部、薬学部があり、両大学間で単位互換が可能である。 また、1999年から、アメリカのケント州立大学と学術交流協定を結んでいる。1965年に、日本大学工学部工業経営学科を発展させる形で、日本大学第一工学部として設置された。工学部工業経営学科、理工学部工業経営学科、理工学部経営工学科第一工学部、生産工学部と解消してきた。 上記の他に、教養、基礎科学系に分類される教員がいる。自動車工学リサーチセンター、編集自動車工学に関する、産学連携を推進するために2010年に発足したのが自動車工学リサーチセンターである。国内最大級の産学連携フォーラムを開催している。鉄道工学リサーチセンター、編集鉄道の研究を行う拠点として設置されている。 現在、文部科学省が行っている支援事業に9つものプロジェクトが採択されている。校舎は、奈良市の,市のみもみ校舎と、同市泉町の津田沼校舎の2カ所があり、1年生はみもみ校舎、2年生からは津田沼校舎で授業を行っている。交通案内毎年11月に、桜泉祭が津田沼キャンパスで開催される。学生サークルによるイベントライブ。 模擬店、講演会、などが企画され、多くの来場客で賑わっている。出身者その他、日本大学の人物一覧を参照、JABEE、生産工学部。 http://www.cit.nihon-u.ac.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ、アバウトスラッシュ、サポートスラッシュ jab, ee, 2015年11月19日閲覧学生支援に関する取り組み。生産工学部。 h t t p w w w c i t n i h o n u a c j p スラッシュアバウトスラッシュ acti viti es スラッシュ stu den t s suppor t2015 年11月19日閲覧国際交流への取り組み生産工学部 http://www.cit.nihon-u.ac.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ、about スラッシュ、サポートスラッシュ、o v r s e s 2 0 1 5年11月19日結論。大型研究プロジェクト。生産工学部。 h t t p w w w c i t n i h o n u a c j p r e s e a c t i v i t e s b i d p r o j e c t i n t e x 2 0 1 8年2月17日閲覧 ?IT センター生産工学部 http://itc.cit.nihon-u.ac.jp:/itc:/2019 年3月27日閲覧。桜泉祭実行委員会。ツイッター、2020年11月16日閲覧。次世代自動車産業店 11GFRP だけで EV を製作。 http://jp ス,<ッ>ス,ス,ス,スラッシュアーティクルスラッシュに零一一スラッシュ零六スラッシュに零スラッシュ一五八二七五 html に零一五年十一月十九日閲覧。東京駅で開業百年祝う。東京駅百年の記憶開催。 http://www.art-anual.jp:/news-exhibiton-news-43940-2015 s i 年11月19日閲覧ありがとうございます。